こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタルの調子を崩されて飯田橋、市ヶ谷、麹町あたりで精神科クリニックを探しておられる方いらっしゃるかと思います。最初は辛い症状を薬を使って和らいでいく、とても大切なことですよね。ただ薬だけの治療をやっていくことに対して副作用ですとか再発っていうことが心配になれる方いらっしゃるかと思います。そういった場合は心理カウンセリングを併用していくっていうのがプラスに働きます。心理カウンセリングは対話を通じて心の体質改善っていうのを図っていきますので、結果的に原薬や難薬が前倒しになることで副作用の負担が小さくなったり、再発のリスクもぐんと下げることができます。進め方としましては3通りあります。一つはまずは薬の治療に専念し様子を見ていく、あるいは薬と心理カウンセリング同時にスタートする、もしくは心理カウンセリングだけでスタートして様子を見ながら薬を使っていく、こういった進め方がありますので、ご自身にとって納得のいくやり方で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。